就職活動にあたっては大きく2つの軸がありました。まず1つがグローバルに活躍できることです。自分の視野を広めて様々な舞台で活躍したいという思いが強くありました。2つ目が多様な製品を扱う企業であることです。製品が異なればそれを取り巻く法規制や法的リスクというのも異なってきます。様々な製品の法務業務に携わることで常に学び続けることができる環境に自分の身を置けるのではないかなと感じました。私は電子部品に関する国内外の契約審査や海外での訴訟対応、従業員に対する契約やコンプライアンスなどの法務教育等、非常に幅広い業務を担当させていただいております。契約審査ではただ契約書の文言をチェックするだけではなく、営業・技術・品質部門等へのヒアリングを通じ、対象の製品の用途や特性、実際の取引条件を正しく落とし込んだ契約条件を作成するように心がけています。担当事業上の製品に関する米国での訴訟を担当したことです。上司のサポートも得ながら訴訟を合理的な内容で解決に導くことができたときは大変達成感がありました。また日本の訴訟制度とは大きく異なる米国の訴訟制度に触れることで自分自身の視野を広げる非常にいい経験にもなりましたし、グローバルに活躍するという自分の就職活動において大切にしていた目標も達成することができたので、自分の自己成長にあたってとても大きな財産になったと感じています。それまで単体のデバイスで解決できなかったお客様のニーズにより一層きめ細かく応えることができるのではないかなというふうに考えています。社債分野、産業分野における社会課題を解決できるための存在になれるのがこのインダストリー社だと思っています。